トロメン全ロリ化計画、その5期生6期生のロリ化計画を結構詳しく妄想してらしたんですが、実際のところ全員が本当にロリ化したとしたら誰が好みになりそうですかとちょっと気になりましたので、吹雪先輩にですね突撃インタビューしてまいりました。ホロライブみんなロリ化したら手に負えないので、ぶっちゃけ春崎のどかをロリにしたいです。もうホロライブだけどホロメンではねー、いやこれマジでガチなやつ、いったーかーつわおー。のどかさんだったらすごいなんていうの、かわいい、いいロリになりそうだなと思います。のどかさんに伝えてきました。はい、これ吹雪先輩に許可取ってません、すいません。のどかさんに伝えたところ、こちらなんと選んでいただき光栄です。ロリになった暁には吹雪お姉さんと手をつないで一緒にお散歩したり、お膝の上でお茶を飲んだりしたいですね。のどかさん、なんでも受け入れるなー、パカエッツー、わおー。いや本当になんか天使なのよのどかさん。まあ、5期生6期生のメンバーで、ロリ化を妄想してらっしゃったんですけれども、その中で最も解釈一致かつうわすごいいいってちょっと小よりのツボにもハマったのがですね、ボタン先輩の幼少期、今はすごくねなんか強いイメージがあるボタン先輩だけど、小さい頃はなんかお母さんの後ろに隠れてるような怖がってる感じの、なんか幼少期はなんか可愛い、あ怖いよってなってるのがいいなみたいなのがねめちゃくちゃいいと思いまして、実際のところどうだったんだろうということで、ボタン先輩にも突撃取材して参りました。幼少期は母親におんぶをねだる子でした。なので割と近いかもということで、おこれはめっちゃ可愛い、おんぶねだってる、ボタン先輩可愛いと思いまして、可愛い、怖いものは苦手だったりしました？苦手、それが一体なぜこうなってしまったのか、吹雪先輩妄想のままでしたよ。バカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない。ピアンド M だね。 You are 変態、バカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない、もう知らない。ピアン